緒にプレイしたい11人を発表してもらいたいんですけど。おー面白い。ぜひここにフォーメーションとあのあれをお願いします。サーさんが今まで一緒に戦ってきた、うん、その世界のプレイヤーたちの中から選んでもらったら、うん、対戦相手でもいいし、最近のこうちょっとわかんないから、最近ない全然もういい、サーさんの思い描く、うん、もうサーさんチョイスで、うん、キーパーソロ11人。あー、はいはい、あとね、でもやったいつも対戦相手なんだよね、うん、トップね、トップってか前マルタ、はいはいはい、やったことない、いつも対戦、いや難しいな、待って、え、やったことある人はダメなの？大丈夫です、大丈夫です、全然もうサンさんが選ぶ世界のベストイレブンみたいな、あ、そっかそっか、あの自分がこの人と一緒にプレイしてみたいの、イレブン、あー、そっか、もうサンさんも入れてください、いや、もちろんもちろん、そしたら絶対隣みずほよ、あー、いや、私が吠えたからみずほだよ、でも絶対入れてください、入れてください、そう、ここにやりたいプレイ、サンって書くのおかしいでしょ、いやいやいや、ありきなんですよ、サンさんありきのベストイレブンなんで、そうです、そうか、絶対みずほちゃん入れてください、いや、みずほは、やっぱりみずほがいなかったら多分自分生かされてない、すごい、みずほさすが師匠、カットカット、師匠カットみんな、ここみずほ調子乗るからカットが、絶対サッカーはピカイチュね、サッカーはピカイチュ、人としてはな、ちょっとな、最後、最後、え、すごい、待って、ちょっと待って、これちょっとあ、え、もっと考えて、全然、明日に10分ぐらい、はい、全然、あ、もう全然ゆっくり考えてください、繋いどくんで、はい、もちろん、あ、でもここに、あの、でもあやともやりたいし、いや、もう書いてください、みんなやりたいよ、いや、あの、いいです、いいです、もうそんなお気遣いなさらず、あ、じゃあもうここに、あの、サイドの方に何か、あの、確かに、サイドの方に全然、はい、もういいんで、え、あの、あ、なんかやっぱでもアメリカの選手が、あれですかね、そうだね、アメリカ結構、うん、そうですよね、だって ロイドとも一緒にやってるもんね、やってます、え、サーさん一緒にやってますか、いつもやってない、対戦相手ですね、うん、いや、彼女も相当スーパーです、うん、スーパーだよ、あとボックスさん、あー、シャノンボックス、いや、すごいよね、もうスライディング深いんだよね、あの人分かる、イングランドのケリー・スミスって分かる、分かります、左利きの人、左利きの人、そう、めっちゃうまい、いいのにし、うん、選べないんだけど。チームメイト3人で終わります。まずい。でもチームメイト3人。勝てそう、でも。まずい。でもディフェンスだったら誰だろう。確かに。ディフェンスですごい人。フランスのリオンの。ああ、ボッポさん。ボッポさん。ボッポさん。いい。ボッポさんは。でもそれこそアメリカ代表のもうずっといる人が。ベッキーさんは。あ、その人かも。あとベッキーサラバ、ああベッキーサラバ、ああサラバ、ああ一緒にやってたわ、えっ、やってた、やってた、すげえ、ワシントンの時やってた、あと誰でしたっけ、それこそ子供いなかったね、子供いるキャップ数すっごい人、クリスティーランポン、ランポンさん、あの人本当はクリスティンピアスだったかな、結構そうなんですね、あ、そうなんですね、ね、そうですよね、ランポンさん、ランポンさん、フランスのサイドバックの人もうまかった、誰フランスちゃった、でもあの人いたよ、フランスのさ、あのちょっとさ顔がさ、あ、ネシブ、あ、ネシブもそうだけど、もう一人いなかった、ネシブもすごいと思う、はい、あ、チソロンは平気ですか、あ、いるよね、チソロンいるよ、でも最近ディフェンスできるからね、あ、そうだもう散々そうよ、もうソロンがディフェンスできるようになったのはもうほんと、そうさ、そうだけど、あ、すごい中盤豪華、やばい、めっちゃ豪華、つかこれ皆さん呼んで、いや日本でとフレンドリーマッチ、すごいスポンサーさん、スポンサーさん、ほんま募集しております、女子サッカー界のレジェンドマッチ開催したいです、うちらはさ、うん、初めてほら世界大会出たのがそれこそ2011年でさ、うん、でも澤さん初めて世界大会出たのいつですか、え、世界大会でワールドカップとか、1995、生まれてる、生まれてます、センターバックでそこにいるっけ、確かにセンターバック、フンタジーの時誰でしたっけ、センターバック、アメリカルキーと6番の子いなかった、違うか、19番か、あ、三つ編み、19番ですね、あの速い人ですよね、足速い、足めっちゃくちゃ、うちなんかこういう感じ、多分コーナーついてたよね、足にね、ああそうですね、残念ちょっと待って、まあ、いいよ、ちょっと4人ちょっと考える、終わりまででいい、終わりまでで、全然大丈夫です、じゃあ途中はこんな感じでいきます、はい、日本が世界で
再び勝つためには何が必要だと思いますか？全てじゃない？なんかメンタルのところもさ、やっぱり昔の方がやっぱりなんかこうハングリー精神があって、うん、今の子って正直なんか私とか年齢が上になればなるほどなんか全部恵まれてるなと思って、環境から揃ってるなんかこうものとかも全部だけど、本当に自分が若い時って、まあ、女子サッカーがこういう風にこういう時代じゃなかったから、代表合宿行くのにもさ絶対エコノミーじゃん、今みたいにビジネスとかじゃないしさ、でシューズもさこう何パーセント引きとかさ、ジャージとかもじゃあいくら何パーセント引きとかだし、ましてやクラブチームの時は月謝払ってたりとかさ最初。でも今って結構なんか全てが揃ってるから、あんまりハングリー精神があんまりないかなって、なんかなんかもうなんだろうな、うまいんだけど、なんか根本的なこのなんか、うん、強さとか、うん、そういうなんかやってやるっていうのはあんまり正直まだ感じられないというか、うんうん、もちろん自分のためにサッカーをしてるんだけど、日本代表になるってことはそこだけじゃないというか、うん、やっぱり他の誰かのためにとか、ではそれこそ環境を変えようとか、そういう何か別のところにこう変えてやろうとか、そういう気持ちを持って戦わないとそれがこうプレーに出てこないのかなっていうのはちょっと思うかな。なんか国を背負うってすごいことだよね、うん、でもね、うん、本当に日の丸を背負うっていうのを、で絶対多分技術的に言ったら多分今の子の方が絶対うまいと思うんだよね、だけどなんかそういう本当に最後までなんかこう勝ってやるとか諦めないとか、そういうのが正直なんかこう画面からはなんかまだなんかちょっと伝わってこないっていうのが正直なところ、うんね、一人がなんかこうなんかチームのためにとか、やっぱその一人のためにみんながね、うん、こうっていうのがあんまりなんかこう、うん、なんか言い方、まあね、カットしてくれていいけど、なんか結束力がそこまでなんかあんま感じないっていうか、うんうんうん、いやほんまにそう思います。もう昔もうサーさんがいた頃はみんなスライディングなんて当たり前じゃないですか。いやもう練習なんかもう試合前からストッキング真っ黒だよね、はい、なんか芝とかついちゃって。でも一人行ったら絶対二人目も行くし、くもうそういうなんか連動っていうかすごかったじゃないですか、うんうんうん、もう守備の結束力っていうか、いやすごいよ、すごかったって思うんですけど、うん、今、まあ、サーさんも言ってもらったんですけど、画面越しに伝わらへんっていうか、そういうのも全然なんか、まあ一人で頑張ってるかもしれんけど、なんか、うん、そんな、まあ、これカットかもしれん、うん、いやでも、あの、うん、なんだろう、そのね代表チームだからその気持ちだけ見せりゃいいとかそういうもんじゃないけれども、うん、その通りだし、うん、そうなんだけど、うん、でも結局やっぱりみんな気持ちがないとかも全然思わないけど、うんうんね、みんなちゃんと頑張ろうとか勝とうって思ってやってるとは思うけど、うん、でも結局なんだろう、それを本当に必死さがあったりとかしたら出るプレーってあるよねっていうのとかを、多分プレイヤーだったから、プレイヤーであるからこそ、いやもうちょっとできるんじゃないっていう期待も込めてやっぱそうやって感じちゃうというか、そういうのがなんかこう、あ、もっとできるでしょ、もっと見せてほしいなっていうのが正直感じちゃうところが多いかなっていうのは、うちらの子さんもう間に合わないのにさ、とりあえず滑ってたよね、とりあえず滑っとけ、アリバイ作るとか、とりあえず滑っとけみたいなね。でもやっぱりそういうね、味方の一個のプレーでなんかこう奮起する、鼓舞されるものっていうのは本当にあったし、うんうん、なんかこうこのチームで勝ちたいなっていうのがすごくあったから、かといって別に仲良し恋しだったかって言ったら別にそうじゃないと思うし、でもなんかやっぱりそういう厳しいものを乗り越えてきたからこそ、結局なんかこう、そうチームが解散して今になってもお互いなんかこうね、いろんなところで会って笑い話ができたりとか、あの時面白かったねっていう話ができるのであって、うん、なんかこう最初から集まった時点でね、なんか楽しくサッカーしましょうっていうチームではなかったし、うん、ただなんかそれをこういう昔話をあんまり張本人がするとなんかそんな昔の話ばっかりしないでいいんだよって思われるのかなとか思ったりとかもするんですよね、うん、だからなんかそこのなんかこう伝え方だったりとか、うん、塩梅が難しいというか、でもやっぱりそういう話をするとなんか、あ、いい話聞けましたって言ってくれる若い選手ももちろんいるので、なんかど
どれ程度自分ごときが話していいのかなとか、どれぐらい知りたいっていうか聞きたいって思ってたりしてくれてんのかなとか思ったりするけど、でも自分からしたら澤さんの話をだ当時だったらいっぱい聞くとか、それこそね食事会場とかでもああいう時間もすごいいいコミュニケーションの時間になってたじゃないですか、うんうん、だからそういう時にやっぱ上の人と同じテーブルになって緊張はするけど、でもやっぱなんかこういろいろ話を聞かせてもらえる時間って、うん、自分にとってはすごい貴重だし、うん、すごい楽しかったし、うん、嬉しかったんですよ、うん、だからそれを、まあ、自分は今その例えば代表だった代表で中に入ってるわけではないですし、うん、ウィリングにいるわけでもないですけど、なんかそういうことをしてを感じながらしてる選手ってどれぐらいいるのかなとかっていうのはちょっと思ったりしますね。確かに、やっぱ経験ってね、うん、経験した人にしかわからないよ、ね、確かになんで、うん、でもねできることならもちろんみんなにいい経験し、なそのいい経験でしたねっていうことではなくて、うん、やっぱりそういう成功体験というか、ね、そうやって目指してるものがあるんだったらそこに対して達成するように頑張ってほしいなっていうふうにはすごく思うし、うん、今だって WE リーグの中に、ね、それこそ2011年のね、うん、優勝経験メンバーだっているじゃないですか、うん、11年だってこんだけいるって結構異常だなって思うんですけど、みんなすごいよ。そう、うん、だから別にみんな話しかけにくいようなねキャラクターでもないですし、ね、うん、なんかね若い選手にはどんどんそういう選手にこう話を聞いたりとかして、うん、もっともっと刺激を受けて頑張ってほしい、ね、なんかもっと貪欲さも欲しいよね、うんうん、なんか本当に昔はすごい貪欲だったなと思う、うんうんうん、そうですよね、うん、でもやっぱそれこそ自分は若かったじゃないですか昔は、うんうん、だからサラさんとかもうキンガさんとか福さんとかプレー見てもうすごいなんか自分もやらなっていうか、うんうん、なんか背中を見てほんまにそうだったというか、うんうん、そういう感じだったんですけど、うん、でも今の子はどうなんかなと思います。その背中を見て育つというか、 なんかあんま感じへんのかなってなんか自分はもうすごいなんかもううわすげえみたいな思ってたから、うん、もうなんか自分もやるな、うん、いやもうすごいなんかもう熱くなりすぎるというか、うん、そういう性格も人とさあでも必死に食いついてきたとかって言うよね、うん、だからさ上の先輩みたいなのがあって、うん、本当に代表にずっといられるなんて思ってないですし、ね、次呼んでもらえるなんかも思ってないから、うん、もうなんとかしてその合宿に呼んでもらったらもう爪痕残そうじゃないですか、ね、本当にそうですし、うん、どう見ても代表絶対選ばれるよっていう澤さんだったりとか綾だったりとか、うん、そういう選手たちがいや指定席ないしって言って、うん、あんなに必死にやってたら、うん、こっちの下手くそなんてもっとやるしかないし、うん、もっと見せるしかないし、うんっていうのはもう常に思ってましたし、うん、そういう姿勢をとにかく学ばせてもらったなっていうのはすごく、うんうん、まあそれがね今の選手がやってるやってないとかっていう話ではなくて、うんうん、自分たちの時は本当そういう感じでやってたなっていう感じはあるね。じゃあ次の話題いっていいですか、はい、あら WE リーグについて、はい、今後発展するためにはどうしたらいいと思いますか。まあでもそれもさ WE リーグについて、はい、今後発展するためにはどうしたらいいと思いますか。まあでもそれもさやっぱりなでしこの結果って大きいよね。大きいですね。バロンドール受賞式でのメッシ選手となんか秘話とか会話とかあったらお願いします。メッシ選手しかもすごいのが、はあ、空港についてみんなと同じところじゃないの。なんか降りた途端になんか BM の一番いい7シリーズの車が待っててそこに乗ってくの。すごい。そうで、もう荷物とか全部やってくれて、はあ、でさらにそのちょっと待って、こんな話聞けんの。いらっしゃるだけ。いらっしゃるだけだけだよ。こんな聞いたことないよ、地上波で。そう